ビルヘルム・フォン・プロイセン。ィルヘルム・フォン・プロイセン。1882年5月6日から1951年7月20日は、プロイセン王国の王族、軍人。全名は、フリードリヒ・ビルヘルム・ビクトール・アウグスト・イルンスト。ドイツ皇帝兼プロイセン王ビルヘルム2世の長男で、最後のドイツ皇太子、プロイセン王太子。ルヘルムは1882年5月6日。 ビルヘルム二世、当時公町村とその日であった、シュレースビヒー・コールホルシュタイン公・フリードリヒ八世の娘、アウグステ・ビクトリアの間に第一子としてポツなので生まれた。誕生時、ビルヘルムは祖父、フリードリヒ三世、父、ビルヘルム二世に次ぐ、後位継承第三位の立場を得た。ビルヘルム二世は母ビクトリアと賢悪な関係だったため、 ビルヘルムの養育については、おばヘレナに意見を求めた。こうした息子の態度を見たビクトリアは、彼の祖母である、ビクトリア女王の心象を傷つける行為だと非難した。1888年、祖,祖父ビルヘルム1世及び行為を継いだ祖父フリードリヒ3世が、相次いで死去し、父ビルヘルム2世が即位したことに伴い後代子となった。学生時代を、ン大学で過ごし、 在学中は、父と同様に、学生組合のメンバーだった。1905年6月6日にメクレンブルクイコール、シュベリーン大工場、ェツイリエと結婚した。ビルヘルムは普及し始めたサッカーに興味を持ち、1908年に、ドイツサッカー連盟にカップを寄付している。1914年、ビルヘルム2世は、息子家族のために、チェツイリエンホー普及殿の建設を辞ている。 宮殿は1917年に完成し、ビルヘルムの暮らしの拠点となった。第一次世界大戦勃発後の1914年8月、ビルヘルムは第五軍司令官に任命され、西部戦線に赴任する。しかし、この時点でビルヘルムは連隊規模以上の部隊を指揮したことがなかったため、ビルヘルム二世はプロイセン参謀本部の参謀長に任命し、 息子を補佐するように命じている。ビルヘルム二世は君に第五軍の指揮を委ねる。皇太子は君の判断に従うだろうと発言しており、クノーベルスドルフが実質的な司令官となった。10月には軍司令官として外国人特派員に向けて以下のプレス発表を行っている。1916年のベルダンの戦いでドイツ軍を指揮するが、 ベルダンの攻略に固執して、戦力を蓄次投入したため多大な損害を出す、結果となった。被害の甚大さを痛感したクノーベルスドルフと、参謀総長、エイリヒホン・ファルケンハインは攻撃の中止を進言するが、ビルヘルムは、聞き入れず攻撃を承認させ戦闘を続行した。しかし、ロシア軍のブルシーロフ攻勢、イギリス軍のソンム攻勢が開始されると戦力を、 分散させる必要が出たため戦線は縮小していった。ビルヘルムは11月に第5軍司令官を退任したが、その後は司令官として軍務を取り続けた。1917年に参謀次長エイリーヒルーデンドルフと帝国最相テオバルト・フォン・ベートマン・ホルベクが対立した際には、ルーデンドルフに組みしてホルベークの失脚に協力した。こうした行為は、結果的に ビルヘルム二世の影響力低下を招くこととなった。1918年にドイツ革命が発生した際、参謀長とに亡命を進言され拒否したが、11月10日にによって軍集団司令官を解任される。参謀総長、パウル・ホン・ヒンデンブルクは内戦を避けるためビルルム二世と共に亡命するように進言し、進言を受け入れたビルヘルムはオランダに亡命しに抑留された。 11月28日にビルヘルム二世が大位宣言書に署名し、12月1日にはビルヘルムも大位宣言書に署名した。1921年、オランダを訪問したグスタフ・シュトレーゼマンと会談し、一市民としてドイツに帰国したい旨を伝えた。1923年にシュトレーゼマンが、 ドイツ国首相に就任すると政治活動をしないことを条件に帰国が認められ、11月23日にドイツに帰国して、ツェチイリエンホーフ宮殿に再び居住した。しかし、ビルヘルムはシュトレイゼマンとの約束を破り政治活動を始め、1928年にはベニート・ムッソリーニのファシズムを称賛し、1930年には鉄カブト団。 前戦兵士同盟に加わりの結成に参加した。1932年ドイツ大統領選挙では、ヒンデンブルクとナチ党のアドルフ・ヒトラーの競合で、右翼の票が分散することを防ぐため、統一候補として出馬することをドイツ国家人民党と協議したが、オランダに亡命中の父から反対され中止し、ヒトラーを支持するようになる。ビルヘルムとヒトラーは1926年に、 チーリエンホーフ宮殿で会談しており、その際にヒトラーが訂正の復活を約束したことから、両者の関係が始まった。1932年4月14日、ハイン・リヒブ・リューニング内閣が突撃隊、新衛隊の活動禁止令を出した際には、内務大臣、ビルヘルム・グレーナーに抗議している。また、1933年に会談した際には、ヒトラー大統領、 ビルヘルム首相として、権力を二分することを提案し、ヒトラーも提案を受け入れたが、この計画も父の反対に愛失敗している。この際、ビルヘルム二世は、計画を実行し首相になるということは、共和国に忠誠を誓うということだ。もしそうするならば拝着し、ホーエンツォレルン家から追放すると迫ったという。1933年1月30日。 ヒトラー内閣が成立した際には、ヒトラーはムッソリーニのように成功を収めることになるとヒトラーの首相就任を歓迎した。同年突撃隊に入隊し、1934年には国家社会主義自動車軍団に参加した。ビルヘルムは広告党として各地をめぐり、ナチ党政権を宣伝して回った。ビルヘルムはジェラルディン・ファーラーに宛てた手紙に、ユダヤ人は キリスト教徒を追放し、経済危機を招いた。華麗なる指導者ヒトラーは、共産主義者との戦いのために、さらなる時間を必要と、しおり、全世界のために、彼を称賛しなければならないと記している。しかし、長いナイフの夜で友人のクルト・フォン・シュライヒャーが、殺害されると、ナチ党と距離を置くようになった。また、帝政派への牽制のため、 ビルヘルムの側近であるが逮捕され4週間にり、交流されたことで、ヒトラーが訂正を復活させる気がないと判断し、両者の関係が悪化した。1936年に、第二次エチオピア戦争に勝利したムッソリーニに、祝電を送ったが、エチオピア帝国に武器を輸出して、戦争の長期化を図っていたナチト指導部と対立し、国家社会主義自動車軍団を脱退した。その後は、 反ヒトラー派の中でも、訂正復活を目指すグループとの関係を構築。ヒトラー失脚後に皇帝に即位することを望んでいた。1941年に、父が死去すると、プロイセン王家の課長を相続した。1944年、7月20日事件が、発生するとビルヘルム一家は、ゲシたっポの監視下に置かれるようになった。1945年1月に胆のと肝臓の、 治療のためオーベルストドルフに向かい、ゼツ,ツイリエと次男ルイ・フェルディナントは2月に、赤軍から逃れるためバートキッシンゲンに疎開した。その後、ゼツ,ツイリエンホーフ宮殿は赤軍に接収され、ポツダム会談の舞台になった。1945年の敗戦時、ビルヘルムはフォアール・ベルク州で逮捕され、第一次大戦時の戦争犯罪者としてリンダウに連行され、 フランス軍のの元で3週間拘留された後、ホーエツォレルン城に軟禁された。10月から輪に移送され軟禁されるが、半径25キロ以内での行動の自由が認められた。1951年7月20日に長年にわたる、喫煙が原因で、心臓発作を起こし死去した。遺体は、ホーエツォレルン城に埋葬され、後に、節入りエや子供たちの遺体も同地に埋葬された。 ビィルヘルムは1905年6月6日にメクレンブルクイコールシュベリーイン大公フリードリヒ・フランツ3世の娘チェツイリエと結婚した。彼女との間には以下の4男2女を設けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。